したい。てん種。みんなこんにちは。サイエンスエンターテイナーの五十嵐美希です。さあこれは何でしょうか。さあこれはアボカドの種です。ちょっと大きいですよね。私の鼻ぐらい、そんな感じ鼻ぐらい、もっと大きいかなはい、はい、そしてこちら見てください。こちらはですね、風船カズラというものの種なんですけれども、よく見てみるとハートマークみたいなね、形になっているんです。とっても可愛いんです。他にも様々な形の種があります。どれも植物の種で、ここから芽が出て、茎が出て、葉が出てと、どん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 成長していきます。こんな小さな種がそんなことになるなんて、なんだかちょっと不思議ですよね。ということで、今日は身近な野菜や果物の種探しをしながら、種の不思議に迫っていきましょう。それでは、レッツサイエンス!よき。では早速、種探しをしていきましょう。まずは、スナップエンドウです。いきます。この筋みたいなところを、種がありました。思ったより大きいな。この外側のこの部分と同じような色をしています。今度はこのように切ってみます。いきます。お、種ですね。スナップエンドウの種はこのように片方にくっついて並んでいました。オクラ。続いてはオクラです。まずは横に切ってみます。おー、このように、まあ、ちょっと星っぽい形になっていますね。そして、おー、きたきた、なんかこの中にポスポスといますね。白いのが白いつぶつぶが一つの袋の中に一つずつ見えます。そしてそれぞれの内側にくっついていますね。こんなまじまじと見るのことないですよね、なかなかね。こちらの一個ずつの袋のところを見てみると、それぞれは、まあ、こんな形で先がつながっているように似ていますね。これがってあるみたいですね。今度は縦に切っていきます。おりゃ、おー、いました、いました。さっきの子供たちじゃない、つぶつぶがいましたね。さっきはこう切ったわけですけれども、縦に切ってみるとずらーっと並んでいますね。なんだかこのずらーっと並んでいる感じは、このスナップエンドウのこの並んでいる感じとも似ていますね。リンゴ。まずは縦にこういきます。いた、いましたよ見えるかな。この緑のピヨッピヨってなってるのがガクですね。そしてその中にあるこのちょっと黒いやつがおしべです。これも確認できます。ちなみに切る前のリンゴのこのお尻の部分見てみると、ガクが1,2,3,4,5 個あることがわかります。ちょっと種を取り出してみます。これは確かにリンゴはよく食べるからいますけど、種だけをこうまじまじと見たことはないかもしれないですね。おー、おー、茶色いですけれども、なんか包丁でパシッと切れちゃったところは白いですね。まあ、まるではなくて涙みたいな感じですかね。では次は横に切ってみます。なかなか食べるとき横からは切らないですけれども、どうなっているのか見てみましょう。なかなか切らないぞ
横には。おー、なんかお花みたいになってますね。いや、花火か。さあ、こちらは5個ありますけれども、まあ、これ、オクラと似てますよね。こちらはですね、食べられるところは全部取って、芯のところだけ残したものになります。ピラピラピラーン。この袋の中に種が入っています。この形、こんな形。さあ、こちらのスナップエンドウのこの形とちょっと似ていますよね。こんな感じが、てん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 って5個あるように見えます。続いては、オレンジです。オレンジ。これは、こういう風に横から切ってみましょう。おー、あれ？ない。これはなんかここにちょっとちっちゃいのがいますね。内側にくっつくような形でいます。これも内側にくっついているような形なので、まあ、このスナップエンドウが何袋もあるような感じに見えますね。残念、もっと入ってるのもあるはず。ピーマン。続いてはピーマンです。見てください、ちょうどこのお尻の部分になんかお花が残っています。では横に切ってみます。おー、いましたいました。もう包丁にもくっついてますけれども、こんな感じで白いなんか平べったい種が入っています。さあ、このように部屋があって、部屋のこの内側のところに種がたくさんあーってくっついています。では今度は縦に切ってみます。おー、やーって見えるんですけれども、これは上の方に種が集まっていますね。下の方はついてませんね。トマト。次はトマトです。横に切ってみましょう。あー、なにこれ、なんかローマ字みたい。なんかローマ字みたい、なんか解読せよみたいな。部屋がいっぱいある。なんかすごい形をしていますよね。まあ、ただそれぞれ部屋になっていて、その部屋の中に、まあ、種があるんですが、その種がある部屋はなんかヌメヌメしたもので覆われています。かぼちゃ。ははは、ははは。さあ、続いてはかぼちゃです。かぼちゃも横から切ってみます。わー、これはまたなんかすごいことになっているぞ。部屋ごとにやっぱ分かれていて、その中に種はあるんですけれども、なんかこう立体的に見てみると、何層にも何層にもこうなんか細かい線があって、ちょっと雲の巣みたいな感じですね。今まで見た種よりもちょっと、まあ、サイズは大きいんですけれども、平べったい感じですね。バナナ。最後はバナナです。バナナよく食べますけれども、種なんてありましたっけ。皆さんいちいちペッとか出したりしてないですよね。うん、まあいいや、切ってみましょう。うん、ない。なんか真ん中茶色いなんかポツポツみたいのはありますけれども、これは品種改良の名残ですかね。押します。割れちゃう。おー、コロコロ転がしてギュってね押してみたら、なんか3個にうまいこと割れました。これ袋の名残だそうです。確かになんか割れやすいなって思いましたけど、君も袋だったのか。
今日のまとめ。このようにいろいろな種を集めることができました。大きさも形もそれぞれです。とはいえ、まあ、このできる場所に共通点を見つけることもできました。他にも探してみると、空飛ぶ種とか自分から弾け飛ぶ種とかくっつく種とか、まあ、いろいろな種に出会えるかと思います。気になった人はいろいろな種を集めてみてください。この動画が楽しかったよ、ためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。